ちょっと厳しくないですかこれは。まあまあでもさっきも、ね、はい、そうですね、なんとかテンパったからね。続いて佐々木、これはいいぞ、うん、軽い。さあ多いマンツモ、ああ差し子でドラ受けある、うん、ドラ引いて、ドラ引いて OK だ。そうですね、はい、ドラ引いてリーチでドラ積もれば OK。 魚谷は悪い、うん、ちょっと厳しいですね、はい、買い重ねて動くかどうかですよね。しかも佐々木はそんなに向きになって上がることはな、上がれたらもちろん上がるんでしょうけど、うん、いやもうまあ自然に上がれちゃうかもしれませんよ。そうですね、はい、佐々木はやはり新年は自分の手で上がれるなら上がるという選択になりそう。あ、ペイ重なった。いやだけど、でも動き氷ないんじゃないですか。そうマンツモですよ、ドラウーピンで。そうか、はい、僕はもうそれに耐えきれずポンしますもう耐えきれません。二泣きはダメです、危ない二泣きなんて持ってのほかですえ、これ土屋さん本当はどうすればいいんですか。ウオタニはペー、今ペイが出たら今は泣かない方がいいな。あ、そうですか、泣かない方がいい。もう一歩進んでからですね。泣いちゃうな、まあ、ただ大井が上茶なんで、はい、別にパイを抑えるわけじゃないから、まあ、そういう意味では少し楽かな。とりあえず役を確保して目いっぱい行くか、そのね、まあ、安全度を高めながら行くかはちょっとまた別として。うん、もうね、あのいいピンポンしてもよかったぐらいですよ、であれば。うん、大井の現物だけど、うん、はい、それぐらいの前向きさなら一投げでいいんですけどね、うんうん、だって久渡はペイぐらい打ってくれるでしょ。ええ、当然打ちますよ、ね、誰も止められないですよこれ、ね、これはもう動くか。いや動きますよね、はい、のあのポン材が結構泣けそうな範囲が多いですからね、他から動いてもいいと思いますけどね。これトントンもありますよね、面単品にしてドラ1個でいいっていうか。あ、はい、ね、そうですね、トントンありますね。これどうつかな、 E ピンは萌えの現物3層ウソ、そうそう、ウソがいいですね。これあの仕掛けの手順ですね。あ、まあ、泣けたぞ、これで泣きますね。さあポンだ、ポン、さあポンの声が出た。これはね、あまり範囲ないんでいいですね、うん、しかも E ピンが親の現物といつ攻撃が来ても一応耐えれる状況。ただね、土屋さんがおっしゃるようにあの E ピンポンしなかったのが実は最後一杯届かなかったとか、うん、そういうありえますよ。でペンハンコになって楽なイーシャンテンになってた状況と違いますからね、うん、確かに今はこうリスクを背負っていい場面ではありますからね、安全牌がどうのというよりは。マンツーマウトだったらまあまあ可能性あるわけじゃないですか、はい、来てんのね、ということはですよね。じんわり来てる、ね、いや怖い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 。ドラはないけどね、はい、下とね、上茶で会ってほしかったね、大谷の。そうですね、その並びが、あ、来たよ、1個1個来た。これでイーシャンテンなんですけど、マンツも欲しい。トンでしょう、2刺しっていうのも若干あるのか。いやトンのがもっと確実でしょう。じゃあ、数ピン切っとくってのどうですか。一回ね、確かに。いやいやいや、数層イーペーコになるところは切らないですもんね。あ、なるほど、確かに。だからトンと、ええ、ポン来た、間に合ったね、イーピン。ここはもうリスク背負いますね、うん、9万かな、ペンチ層がいいからね、リスク背負った。もうここは攻めてく、安牌なんていらないんだ、自分が勝つためにはもう行くよりない。ドラ、いや切るかもしれないですよこれ。いや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 、切んないですか。だけど、あ、切んない、切んないですね、もう2フロ、いやこれでも重いよ、まだもう2フロですよね、これ普通テンパイですよね。うん、トントンいって、あ、まだいかないんだ、マンガンのつも上がりが欲しい。あ、っていうか魚谷にこの状況も上がらせないが先かもしれない。いやいやいや、イーソつも切りたかったんでしょうけどね、うん、本当はね。これ3球直撃は3球、あ、ドラだ、ここで目いっぱい。いやでも園田はリーチ来るはずだからまだ脳天と思いたい。うん、そりゃそうですね、はい、あー難しくしちゃったな、数ピンだ、言いそうか、うん、ただ園田がリーチ来るからね、はい、3層浮かしてんの嫌ですよね。これはどっちかな、9層1切れ、枚数でいきますか、枚数で ね、 ね、そうですね、次の急走が危ないけどね。危ない危ない、園田のリーチはもう目の前だ。これパーマン佐々木を使ったね、全然進まなかった久と、うん、もう周りのパワーに押されてるかもしれませんよ。おお、
これでドラ、これドラ1積もればいいんで、数ピンですね、さすがに数ピンですね。まあタンヤオイペコよりはドラの方にかけた方がいい。リャンマン打っちゃうとね、ちょっと手狭になるんで。イペコ2回ですもんね、まあ、数ピンチーされたくないっていうことなのか、ギリギリの受けを、まあ、そうそうそう見せたいっていうことですかね、うん、いやでももうこれでテンパイ逃してウーピン後で引いたらもう最悪ですよ。三走もあるか、三走2切れでロー走1切れ、三走は確かに泣かれないけど数ピンか、ここは勝負出た、うん、ただ三走ね、園田に嫌な牌なんでね、あ抱えておくのが怖いか、迷ったでしょうね今ね。大井は一応闇手の可能性がありますからね。あ、パーソポンできたよ。できるの？できるんじゃないですかこれ。サブロック9層固定しない手あります？これ魚谷勝負だよ、もうこれで全勝負だ。全勝負だ、これで全勝負始まった。リャウマン、大井のリャンマン、大井のリャンマンが、でも、ま、サブロー層相当引きづらいですよ。そう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 、サブロー層は相当入んないということは、リャウマン3話の先に引くか、はい、リャウピン引いてウーピン引いた時にどっちにするか、まあ、3層か、3層切りか。園田のウーワンも危ないですよこれ。確かに、だってサブロー級層入った、危ない、サブロー級層入ったらカンスワンにしそうじゃない。園田のウーワン危ない、ローピンはもっと嫌でしょうね。でもウーピン切っちゃったからね。そうですね、もう切るよりない。でも放流したら終わりしかない、ね、しびれるしびれるしびれる。あとヒサトがふっと持ってきてもね、ヒサトがこれ打ちに行っちゃうっていうのもあるかもしれないですもんね。まあ多分あからさまな差し込みはしないと思うんですけど、はい、単にいらないっていうだけで打つ可能性はありますよね。これリャンはめちゃくちゃあるじゃないですか、ね、めちゃくちゃありますよ。5山だ、手に3、手に4、あ、手に4ですか、ごめんなさい、うん、じゃあ4ですね、バゼロ、うん、4山、でも大井のリーチが入ったら面白いねこれ。面白い、ね、大井がリャンマンぐらい引いてリーチになったら面白い、ね、ブタにもしびれるだろうな。引くか、バズだ、どうよ、引いたよ、リャンマン引いたよ、いった、おいった。さあ魚谷どうする、セガサミーの女王どうする、ウーピンです、どうでしょこれ、これ打った逆転だ、大井隆春裏ドラ1枚の8戦直撃、お見事、これはすごい、お見事でしたね。新旧 MVP 対決制したのは初代 MVP 大井隆春、やっぱりここの対決になるんだね。本当ですね、最後までこの2人の対決でした。9層短期を積もられた時はもう大井泣きそうな顔してましたけど、最後はきっちり決めた魚谷は凛々しい顔して最後までこの戦況を見守りました。最後は自力で上がろうと押し切ったウーピン一発で捕まえた大井隆春、いやー痺れた。